こんにちは。今日はガレージの照明の付け替えをしていこうと思います。約ね3年前にねガレージ照明つけたんですけど、もう壊れました。やっぱり安いやつだったからかな。うん。でその撤去をしまして、でそのそれに関するコンセントボックスやスイッチ関係をプロにお願いして撤去してもらいます。そしてまた新設してもらいます。その後は、雰囲気を変えまして僕が照明をつけていこうと思いますので、今日はそういう作業になります。どういう雰囲気になるか分かりませんが、よろしくお願いします。頑張ります。今からつけていくのはこういうストリングスライトっていうのかな、こういうのをガレージの上につけていきます。ちょっとねアメリカンチックな感じになればいいかなと思っていますが、正解かどうかが分かんないですね。でこれをね今までは、スイッチとかでつくようにしてたんですけど、これからはね、人感、全部人感でつくようにしたいと思います。うち犬が出たりもするし、防犯だったりそういうことも考えてセンサーでこの照明がつくようにやってみたいと思います。やばい、暗くなってきた。まだ全然終わんないや。今ガレージまで終わったんですけど、こっちも全部やります。今日中に終わらせたい。やります。疲れた。良かったのか悪かったのかちょっと分かんないですね。やりすぎた感もあるけど、今まではねスイッチで点灯してた分を全て人感センサーにしました。防犯だったり、カメラとかもあるんですけど防犯だったりそういうのも兼ねて
ちょっとアメリカのね、よくお庭につけてあるようなストリングスライトをつけてみました。ワンシーズンかもしれません、もしかしたら。なのでちょっと様子を見ていきます。まあダメならまたちょっとやり替えましょう。はい、ありがとうございました。疲れた。